こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。今日のトピックは、お金がないないっていつも思ってる人いませんか？お金がないっていうのはどういう状態なのかっていう、逆引き寄せの話ですね。をしたいと思います。これお金じゃなくてもいいんですけど、お金が一番わかりやすいんでお金でやりますね。引き寄せの法則ってあるじゃないですか。引き寄せの法則が効かないって言ってる人いるじゃないですか。そういう経験ないですか？引き寄せの法則って聞いたけど、私には当てはまらないみたいな。私も昔は思ってたんですけど、こんなこと言ってる人って頭おかしいんじゃないのとか思ってたんですけど、そういう人いないですか？これおかしいんじゃないっていう。でも、実は引き寄せの法則って、宇宙の法則って何個かあるんですけど、そのうちの一つで、常にこう、重力の、とニュートンの重力の法則と一緒で、いつも動いてるんですけど、そこに法則としてあるんですけど、だから常に引き寄せは引き寄せでやってるんですけど、自分の望む結果じゃないから動いてないように見えるっていうことがあるんです。で、それを例えばですね、お金がないって思ってるとするじゃないですか。で、お金がない状況ってすごい苦しいじゃないですか。生活に関わることだから、生存に関わることだから苦しいじゃないですか。で、そしたら、お金がない、どうしよう。で、またお金がない、どうしようっていうふうに思ってたら、脳とか、無意識は、肯定系と否定系と、区別できないんですね。よく、有名な話で、何々しないでくださいって言ったら、まずその何々しないでくださいっていう何々の方を思い浮かべないと、反対の方向に行かないじゃないですか。つまり否定形を考えようと思ったら肯定を先に考えないといけないじゃないですか。で、よく使われる例がピンクの像ってエレファントの像ですね。ピンクの像を想像しないでくださいって言ったら、まずピンクの像を想像してそれを打ち消すみたいな、そういう思考になるじゃないですか。それと一緒で、何かこれは嫌だみたいな、これは嫌だからとか、これがないみたいに思ってたら、その状況が強化されてしまって、そっちの方に引き寄せが動いて、つまり逆引き寄せみたいな感じになっちゃうんですけど、本当はお金がある状態を引き寄せたいのに、お金がないっていつも思ってたら、お金がない状況を引き寄せちゃうんですよ。作り出しちゃうんですよ。人間は意識がフォーカスしたことが増えるので、意思がフォーカスした方に行っちゃうんですよね。だから、自分の考えとかをいつもクリアにしとくっていうのがすっごい大事なんですね。で、やっぱり私もお金がないって思った時は本当にお金がない状況が延々と続くんですけど、で、お金がないって思いながらも、いやでも、お金をある状態にするにはどうしたらいいかっていう風に思考が変わった時に初めてお金が出てきたんですけど、あと、自由がないっていうのもすごいあって、昔。で、自由がないって思ってたら、自由がない状況が延々繰り返されるんですよ。例えば、会社員で自由がなくて本当に嫌だなって、2週間の休暇とかに出かけるとするじゃないですか。そしたら、2日目とかにボスから電話かかってきて、休暇中悪いんだけどこれやってくれないって言って、休暇中働く羽目になるとかね。で、ますます、会社員って本当自由がないっていうふうに思ったら、またボスから電話かかってきて、悪いんだけどこのズームコール出てくれないと休暇中ですよ。っていうような状況が繰り返されて、嫌だ、こういう状況から逃げ出したい、自由がないないって思ってたら、永遠にそこになんか絡み取られていくっていう、これが逆引き寄せの恐ろしいところなんですけど。なので、ちょっと考えてみてください。もしお金がないとか、何か時間がないとか、なんかないところにシフトしちゃうとか、何かが足りないとか、なんか自分は何かが足りてないとか、自分はなんか自信がないとかもそうなんですけど、そっちに意識を引っ張られて、そういう状況を自分で強化して、ますます作り出してないですか。で、これをひっくり返すためには、まず自分の思考に気づくっていうことが本当に大事です。お金がないとかは、朝から晩までお金がないって思っている人がいるので、これ本当に気をつけないといけないんですけど、例えば、どうしよう。お給料言わないだからお金がないって思って、朝思って。で、何かこう、お昼ご飯のランチとかを買いに行って、お金がないから、
こっち食べたいけどあっちにしようとか。で、ちょっと、お昼ご飯、お昼ご飯終わって、夕方ぐらいになって、あ、コーヒー買いに行きたいけどお金がないからやめとこうとか。で、なんか友達になんか飲みに誘われて、あ、でも今日ちょっとお金がないから行けない。一日中お金がないって考えてるじゃないですか。そういうなんかね、日常的な、些細なことなんですけど、その思考が作っちゃうんですよね、現実を。で、これスティーブ・シーボルドっていう、著者さんがいるんですけど、お金についての本を書いてる人なんですけど、その人の金融の、まあ、お金の状況を見たらですね、その人がちょっと前に考えていたことがわかるっていうんですよ。で、これはお金だけじゃなくて、すべてのことに当てはまります。本当に、人生すべて。人間関係もそうだし、仕事のことでもそうだし、自分の幸せ度もそうだし、自分のちょっと前に考えてた思考が引き寄せて現実になってるので、そこの現実が嫌だったら何を変えればいいかっていうと、まず自分が今何を考えてるか気づく。私はコーチングのお客様とか、グループプログラムのお客様には思考トラッキングっていうのをやってもらっていて、一日のうちに出てくる思考を書き留めてもらうんですけど、そしたらすごいびっくりするんですよ、皆さん。私こんなにネガティブなことを考えてたのかとか、私こんなにこんなことばっかし考えたのかっていう。なので、まず自分が何を考えているかに気づいて、何がを考えているかに気づくことができたら、そこを考えるたびに違うって、お金がないからできないとか思い始めた。あ、いやいや、そんなことはないお金がある状態に必ずなる。お金っていうのは自分の周りを常に回っている。自分がこれにお金を払ってもそれ以上の価値が返ってくるとか、そういうふうに書き換えるんです。自分の頭の中で。それをしていくことによって、習慣化していくことによって、どんどんない状態からある状態に頭の中が切り替われば、ある状態の引き寄せができるようになるんですよ。っていうね、もう不思議な逆引き寄せのお話、今日しましたけど、どうですか皆さん。逆に引き寄せてることないですか？うん。もうこれはね、パートナーとかもね、この世の中の男の人は浮気な人ばっかりだとか思って浮気じゃない人が来てほしいみたいな思ったら必ず浮気な人が来るとかね全てのことに当てはまりますから本当に気をつけてくださいね。で、お金のことを話したんですけど、私そのお金のこととコーチングのその未来逆算思考っていうのがすごい本当に合致していて、その自分の思考が現実を作るっていうんだったら、じゃあ豊かさが欲しいんだったら、まず自分が豊かな意識になったらいいんじゃないかっていうことなんですよね。で、それを結構いろんな自分の実践を通して研究してきたのを、オンラインコースにしてまとめて、そのお金のマインドセットを整えて、そこからお金と仲良くする戦略的なことがあるんですけど、それをやって、お金のことちょっと勉強して仲良くするように、まあ、毎日お金のことを考える時間を作るんですけど、それプラスエネルギーですね。お金ってエネルギーなので、引き寄せってエネルギーすごい大事じゃないですか。同じ波動のものが引き寄せ合うっていうんですけど、完全にお金はエネルギーに左右されるので、特にビジネスをやってる方とかは、この自分のエネルギーレベルっていうのをすごい、本当にいつも調整しないといけないんですけど、なんかそれを、コースに、オンラインコースにまとめたので、興味のある方は、ショーノートのリンクから、マネーブレックスルーっていうオンラインコースです。なので、それをちょっとチェックしてみてください。そうしたら、引き寄せの仕組みというか、まあ、脳の仕組みを利用してですね、どうやったらお金といい関係を築いて、お金って人間関係と一緒で、やっぱりいい関係を築いて、大事にしてくれる人のところに行くんです。もうこれは間違いないです。大事にしているところの人に、のところに行くから、やっぱりいい関係を築く、まあ恋人みたいにね、いい関係を築くっていうのがすっごい大事なんですけど、その時に、なんかお金に対して、お金がないとか、なんかすごい欠乏感があるとか、まあお金に対してだけじゃなくても、お金持ちに対して悪いイメージがあるとか、何かそういうことがあった時に、その悪いイメージを抱いている対象といい関係って絶対作れないじゃないですか。だから一番最初に、その、悪いイメージを払拭しないといけないんですけど、それがなかなか無意識にあって難しいんですよね。っていうのをワークを通してどんどん綺麗にしていくみたいな感じのことをもやってます。
なので、まあ、興味がある方は、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、今日は逆引き寄せについてお話ししました。逆引き寄せが起こらないためには、思考をいつもチェックして、クリアにするっていう練習をしてみてください。